こんにちは、ジャンカメラ系 YouTuber みんなっちです。今年のハードオフクリスマスセールは12月初旬からやっていましたので、いつも通っているお店4店舗を一周してきました。買ってきたものを紹介します。今年のセールは作戦を変えてきたのか、お店によってやっている日にちや割引率も違っていたので、楽しんで1店舗1店舗買い物することができました。ここに置いてある機材、だいたい 20% オフか 30% オフで買うことができました。1本目のレンズがこちら、ニコンの AF ニッコール 35-135mm F3.5-4.5 です。ちょっと印刷がかすれていますが、値段が550円の 30% 引き、385円で買うことができました。このかっこいいニッコールレンズ、385円は安かったなと思います。フロントキャップがついていたのも良かったです。で、開けてあげるとこんな感じ。あまりに外装が汚かったので、買ってからエタノールで掃除をしてありますし、前玉と後ろ玉も手が届く部分はエタノールで拭いた状態になります。こうやって見ると一見綺麗なレンズに見えるかもしれませんが、ペンライトを当ててみると、はい、この状態です。カビがひどくてあまり状態がいいレンズとは言えません。これは確実に映りに影響してくるほどのカビがあるようです。で、まあ、ニッコールレンズなので、掃除をして、どれぐらい写りが改善するか、そんな動画作ってみたいなと思って買ってみたレンズです。直進式のズームレンズになりますので、引いてワイド 35mm、 押して、テレタン 135mm です。で、ここにマクロモードがついていて F35 と書いてありますので、どうやらワイド側でマクロ機能が使えるレンズのようです。ここにボタンがあって、押しながら回してあげると、これでマクロモードになるようです。はい、使ってみるのが楽しみです。ニコンの D600 に装着しました。オートフォーカスが動くかどうかだけ確認しておきます。シャッターを半押して、はい、大丈夫ですね。オートフォーカスも問題なく動いているようです。2本目のレンズがこちら、シグマの 24-70mm DHF です。値段が330円の 30% 引き、231円で買うことができました。このレンズも買った時かなり汚かったので、外装は掃除してあって、フロントトリやエタノールで掃除した状態です。それでもこの状態、カビがかなり見えています。エタノールで拭いてこの状態なので、もっと強力な洗剤を使う必要がありそうです。リアも見てみましょう。リアの方がもっとひどいですね。これは間違いなく映りに影響してきそうなカビがついています。絞りを開けてみました。ペンライトを当ててみます。はい、曇りはあまりないような感じがするので、カビを取り除いてあげればもしかすると綺麗に映るかなと期待はしています。で、程度は良くないレンズなんですが、この 24mm の広角が面白いなと思って、231円安いと思って買ってみたレンズになります。この HF って何だろうと思って調べてみたら、ヘリカルフォーカスの略で、ピントリングを回しても前玉が回転しないタイプのレンズになっています。他のレンズ見てみると、ピントリングを回すとこんな感じで前玉が回転するものが多いので、このレンズただの安レンズじゃないよとアピールしているのかもしれません。確かに前玉が回転しないのはちょっと高級感を感じます。ニコン D600 に装着しました。オートフォーカスを動かしてみます。シャッターを半押しします。はい、ちゃんとオートフォーカスで動作してくれているようです。よかったです。3本目がこちら、ミノルタの AFXI ズーム 28-105mm F3.5-4.5 です。値段が 30% 引きで385円でした。このレンズは前の2本と比べて程度がいいレンズで、分解して掃除しなくてもそのまま使えそうだったので買ってみたレンズになります。後ろ玉がこんな感じ。ペンライトを当ててみても、なかなか抜けていていいレンズに見えました。そのまま使えそうなので楽かなと思って買ってみた感じです。2ヶ月前に同じパワーズームの 28-80mm も買ってあるんですが、見比べてみると全然違います。今回買ってきたレンズの方が高級感がすごいです。前玉も大きくて立派ですし、ずっしり重たくて風格があります。発売はどちらも同じ1991年のようなんですが、今回買ってきたレンズ使ってみるのが楽しみです。ソニーの α55V に装着しました。こんな感じです。すごくかっこいいです。まずはオートフォーカスを見てみます。シャッターを半押しして押します。はい、こんな感じでオートフォーカスで問題なく撮影することができています。よかったです。次にパワーズームを試してみます。ズームします。
はい、ワイドに戻します。問題なく動いています。よかったです。4本目のレンズがこちら、タムロンの CZ35M という 35-80mm のズームレンズになります。セールの時に買えなかったんですが、値段がなんと110円で見つけて買ってきました。すごく綺麗なレンズで、これはラッキーと思って喜んで飛びついたわけなんですが、このレンズすでにちょっと問題を変えているのに気づいています。最近紹介したレンズでこちら CZ38M というレンズがあって、だいたい同級生のレンズになるわけなんですが、ちょっとこの 35M は問題があります。どこがダメかと言いますと、この三角印が今マクロの場所に来ています。見てあげるとなんとハーフマクロができるんですよね。素晴らしいレンズなんですが、ただこのレンズマクロモードから通常モードに戻すことができません。ここにボタンがあって、押しながらこのリングを回転することができるはずなんですが、このボタンがもうバカになってしまっていて押せなくてですね、押しながら回しても回すことができません。マクロモードから通常モードに戻せないレンズになっています。試しにこの状態で撮影してみましたが、当然マクロじゃないと、1メートル以上離れてしまうとピントが合わない状態です。で、分解してみようとも思ったんですけど、ここのネジも錆びついてしまっていて、もう舐める寸前まで力を込めたんですが、全然分解することができません。なのでこのレンズどうしようかなと悩んでいるところで、マクロだけでもなんか動画を作ってあげるか、このまま処分するか悩んでいるところです。コンデジを1台買ってみました。カシオのエクシリム EX-S500 という超薄型のカード型コンデジになります。値段が550円の 20% 引き、440円で買ってくることができました。箱付きで付属品が揃っていていいかなと思って買ってみました。ただ説明書は欠品しているようです。電源を入れてみます。スイッチオン。バッテリーも付いていましたので、買ってすぐに撮影できるのが嬉しいです。シャッターを押します。はい、問題なく撮影できます。このカメラは朝のジョギングのお供として活躍してくれるかなと思っています。次にちょっとよくわからないものを買ってしまいました。これはアクションカメラでしょうか。値段が1100円の 20% 引きで880円でした。アクションカメラって使ったことなくてどんな感じなのかなと思ったのと、フィルムがついていてこれ新品なのかなと思ったので買ってみたんですが、このまず水中プロテクターから取り出ししてみます。はい、で開けてみると、はい、こんな感じです。実は先ほど開けて気づいていたんですが、これ傷ついてるんですよね。新品かなと思ったんですが、どうやら新品ではなさそうです。はい、ここのフィルムは剥がしてしまいましょう。はい、剥がしました。うちにあった SD カードを入れてみます。 16GB を、はい、入れました。電源を入れてみます。スイッチオン。はい、一応起動はしてくれるみたいです。あとはこの OK ボタンで撮影を開始できるみたいです。スタート。はい、撮影が開始されました。ビデオカメラですね。フル HD で 30fps と書いてあります。ストップ。ちょっとチャッチー感じがして、これでいい写りとはとても思えないんですが、どんな感じの製品なのか使ってみようかなと思っています。で、付属品何がついているのかなと思ったら、これ車のフロントガラスにつける用のアタッチメントが入っているみたいです。もしかして車のドライブレコーダー用の製品なんでしょうか。とにかく使ってみます。最後にビデオカメラを1台買ってきました。パナソニックの HDC-SX5 というモデルで、値段が 20% 引き、440円で買ってきました。シールを見てみると 3CCD でフル HD 撮影ができるようです。 SD カードと DVD が使えるということで、フル HD で 30p できるみたいなんで、写りが良ければ現役で使えるカメラなんじゃないかなと思って買ってみました。で、お店では一応動作確認をしていて、対応する AC アダプターがありましたので、お借りして動かしてみたら、一応動いたので買ってみました。で、バッテリーもしかして家に帰れば対応するの持ってるかななんて思ったんですが、対応するバッテリーを持っていなかったので、新しいバッテリーを買うしかないかなと思っているところです。3CCD 有効52万画素 ×3 ということで、掛け算しても156万画素しかないので、フル HD に足りないじゃないかと思ってしまうんですが、どんな感じの写りをするのか楽しみなビデオカメラです。
ということでハードオフクリスマスセールで買ってきたジャンク機材を紹介しました。この後また年末年始にかけていろんなお店でセールが続くと思いますので、動画紹介する機材のストックを貯めていきたいです。ここでたくさん買いだめしておかないと年明けネタに困ってしまうので、気合を入れてお店巡りをしてきます。最後まで見てくれてありがとうございました。今回買ってきた機材一つ一つ紹介動画を作っていきます。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。